アルビレックス新潟移籍情報まとめとスタメン予想この動画ではアルビレックス新潟の移籍情報のまとめと2023年シーズンのスタメンを予想していきたいと思います是非最後までご視聴よろしくお願いします J リーグについて動画を上げていますのでチャンネル登録の方よろしくお願いいたしますアルビレックス新潟の2023年シーズンの新加入選手は新たに4人の選手が加わることになります まずはディフェンスの選手から見ていきますアルビレックス新潟に3年ぶりに復帰が決まった新井直人選手がセレッソー大阪から完全移籍で加入します新井選手は1996年10月7日生まれの現在26歳身長1 7 3センチ体重7 3キロの選手です新井選手は2019年にアルビレックス新潟に加入加入1年目からレギュラーをつかみ リーグ戦32試合に出場し翌シーズンもレギュラーとして活躍しました2021年にセレッソー大阪に完全移籍昨シーズンは徳島ボルティスに期限付き移籍でプレーをしていました新井選手は最終ラインならどのポジションでもこなせる万能型のプレーヤーです続いて終盤の選手を見ていきますポンチプレッタからダニーロ・ゴメス選手が完全移籍で加入します ダニーロ・ゴメス選手は1999年2月5日生まれの現在23歳身長1 7 5センチ、体重7 7キロの選手ですダニーロ・ゴメス選手は左利きのアタッカーでサイドでのプレーが得意としている迫力のあるドリブル突破に加えラストパスやフィニッシュに持ち込むことができる攻撃力の高いプレイヤーです続いてフォワードの選手を見ていきますフォワードの選手は、新たに、 2人の選手が加わることになりますクイアバからグスタボネスカウ選手が完全遺跡で加入しますススタボネスカウ選手は2000年3月12日生まれの現在22歳身長1 8 9センチ体重9 0キロの選手ですグスタボネスカウ選手はヘリングシュートに強さを持つ大型フォワードで走力にも自信があり守備面でもハードワークができる献身性を兼ね備えている選手です続いて FC 松田ゼルビアから太田修介選手が完全移籍で加入します太田選手は1996年2月23日生まれの現在26歳身長1 7 6センチ体重7 0キロの選手です太田選手は2018年にバンフォーレ甲府に加入1年目2年目はあまり出場機会に恵まれませんでしたが3年目にはリーグ戦31試合に出場 6得点という結果を残しましまた2019年に FC 松田ゼルビアに移籍をするとリーグ戦37試合に出場そのうち21試合に途中出場と限られた時間の中で9得点6アシストという結果を残しました昨シーズンはスタメンに定着するとリーグ戦40試合に出場11得点7アシストという結果を残しました太田選手は スピード突破と運動量が武器の右サイドアタッカーです。続いて、2023年シーズンのスタメンを予想していきたいと思います。フォーメーションは4、2、3、1と予想します。ゴールキーパー、小島亮介選手、右サイドバック、荒井直人選手、センターバック、トーマス・デン選手、マイケル・ジェームズ選手、左サイドバック、堀米優斗選手、 ポランチ、高高博選手、島田譲選手、右サイドハーフ、太田修介選手、左サイドハーフ、水戸俊介選手、トップ下、伊藤亮太郎選手、ワントップ、谷口海人選手と予想させていただきます。2023年シーズンのスタメンは、このように予想させていただきます。昨シーズンの J2 優勝に貢献したメンバーが残り、 J1 の舞台でどこまでやれるのか、アルビレックス新潟を楽しみにしています。皆様が思うスタメンを、ぜひコメント欄で教えてください。以上、リッパーのサッカーチャンネルでした。